1799年のアッコ包囲戦は、ナポレオン・ボナパルと率いるフランス軍が、現在のイスラエルにあった、オスマン帝国の港湾要塞都市アッコという、を攻略するために包囲した戦い。攻略は失敗し、ナポレオンのエジプト・シリア戦役の分岐点となった。エジプトとシリアの経路上に位置し、それを制するという戦略上の重要度から、 ナポレオンは、自らのエジプト侵攻のようとなる港として、アッコのダッシュを計画した。彼は、オスマン帝国に対するシリアの反乱を引き起こし、かつ、イギリスのインド支配を脅かすことを狙っていた。ウィリアム・シドニー・スミス大将指揮下の、イギリス海軍召喚隊は、トルコの防衛力を補強のために、大砲と、それを操作する水兵と海兵隊員を供給した。 スミスはイギリスの持つ政界権に物を言わせてヤッファからの沿岸の道路を砲撃するためにエジプトから船でフランス包囲軍に送られてきた大砲を奪い取った。フランス軍は3月20日、不評のみを使って包囲の陣を敷いた。ナポレオンは町が簡単に降伏するものと思って疑わなかった。彼は部下の士官との連絡の中で 聖地征服のための要所を奪取してエルサレムに進軍するまで本能の2週間しか要しないという信念を述べている。スミスは軍艦ティーグルとシーシュースを校内に病迫させ、その原則放火で街の防衛を支援させた。フランスは何度も攻撃を繰り返したが、その都度追い返された。4月16日にはトルコの救援軍がタボルさんで フランス軍に撃退された。5月初め、フランス行為軍の後退の砲兵部隊が陸路で到着し、町の防備は一旦破られたが、攻勢は再び撃退された。そこにさらに、ロドス島からのトルコの増援軍が上陸した。防備軍の断固たる意志の読み違え、フランスの物資供給港のイギリス艦隊による封鎖、そして厳しいワルテンコートが、 相まって、ナポレオン軍は、空腹で、冷たく、不潔な環境に置かれ続けた。ペストが、フランス軍の兵衛を襲い、その結果、劣悪な環境の兵士たちのうち、死者がおよそ2000人を数えるに至った。ナポレオン・ボナバルトは、5月10日の最後の突撃が、失敗すると、行為が始まってから2ヶ月後の5月21日、ついに兵を退いた。1805年、 ナポレオンは次のように述べた。1799年に悪行を奪っていたら、私はターバンを巻き、我が兵士に大きいトルコズボンを履かせ、どうしても必要な戦いにのみ彼らを戦わせただろう。私は彼らを神聖な部隊我が新英隊マイナスとしただろう。私はトルコとの戦いをアラビア人、ギリシャ人、アルメニア人の軍隊によって完遂しただろう。 私は、モラビアで戦う代わりに、イッソスで勝利しただろう。私は、東洋の皇帝となり、コンスタンティノープルを通って、パリに戻っただろう。ナポレオン・ボナパルト、オン・レリジョンズ・イン・ザ・マインド・オブ・ナポレオン、A セレクション・フロム・ヒズリ・トゥーン・アンド・スポークン・ワーズ、エド・ジェイ・クリストファー・ヘロルド、49。ありがとうございます。